はい、できました。今日のあっちゃんちの晩ご飯は鶏ハム3種類とサラダ、卵とカブラのサラダ、玄米で食べます。あとお味噌汁はね、豚汁、豚入ってない豚汁、鶏入った豚汁一緒に食べましょう。いただきます。今日はね、鶏ハムやねんけどね、どうこのチーズのやつ、マルゲリータで、向こうは七味マヨな、おいしい、おいしいよ。鶏ハムいろんなバリエーションできていいね。サラダも、サラダもドレッシング作ってん、うまい。鶏はね、鶏ハム、鶏カツ、それがね、鶏胸をしっとり食べる方、めっちゃしっとり、こっちは熱入れたらパサつくでしょ。鶏胸は、七味マヨ、バブルで起こした方がいいよな。いい、どんだけさ、この後は悪くなるかさ、起こした方がいいと思う、国が変わるチャンスや、そうやな。七味美味しいわ、辛いけど、いや辛い、ブラックペッパーも辛い、あんま辛いとね、辛くない、チーズ美味しいな。おいしい、七味してんの、うん、チーズにしみてんの、うん、分厚い、すごいな、結構1キロ以上あるね、これ、サラダが美味しい、何してたの、昨日の白菜か、あ、おいしい、よう煮えてね、甘いね、足すんかいな、辛いのって、
ベッドちゃん、うん、燃えへん。環境に大丈夫だそれ。環境に良くなって。いやー、美味しい。トリハムメインでも美味しいね。結構食べやすいから、いつも非常に量が1キロ超えてるのにガッツリこのままってくれるからいいけど、鶏はね体に。うん。僕の水筒持ちで。うん。水もいけん。ダンボールでお風呂作れるやん。すごいな。魚ダンボールで送れんの。今開けて氷入っとったらな、すっごいするよ。うまい。でもこれあれやん、アルミニのハニカム構造、戦闘機とかのボディとかで使える。ご飯よいしょ。よいしょ。戦闘機やばい。F1 のフレームもこれで、ハニカムアルミ、ハニカムってアルミとな、で作ったアルミをあんな形で切り作る。であとはカーボンだったけど、え、うどんこの前の残りだってしゃぶしゃぶの出汁やもん。豚汁や思うけど鶏入ってる。鶏入ってる。豚汁豚ないねん、買いに行くから。明日どっか出ていかないわ、買い物行くから何も食材ないわ。帽子のやった。こういうね、紳士はこう、ティーブ。クミナ、こんな顔してた。
そうだよ、そうだよ、あれ、マルゲリータがめっちゃ美味しかった。やっぱり鶏肉は、あ、バジル入れるの忘れた、バジルも入れるものだね。マルゲリータってまるでピザやな、うん、ね、ピザみたいな、鶏をね、鶏のしっとり感と、それでチーズをとか、だからもう冷やしたらあかんねん、あったかいので食べなあかんねんけど、燃やされへん、何本も燃やせるからな、燃やすか、し、あれ資源になるしな、リサイクル効くし、これ白菜って塩漬けが鉄板やったけど、ぬか漬けめちゃくちゃ美味しいわ。油のぬか漬けじゃない、めっちゃ浅漬けやけど美味しいの。きゅうりもね。前ご飯で。今も美味しい。今年、お茶、来年の正月、お雑煮ちょっと福島編から改造しようか。福島編から改造してお雑煮に里芋入れようか。絶対合うわ。
箱のテストもすんねんな。製品です、投げ中で。バカ野郎やね。バカ野郎や。でもあれ、10億円浮いてるから。なんか、8億円儲かってるから。はい、ということでね、ドナッちゃんちの晩ご飯は、鶏ハムと、卵のサラダ、卵かぶのサラダ、で豚汁みたいなもの、美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでね、あんちゃんは満足しました。美味しかった。またね、バイバイ。ゲップ出たわ。